オーマイライフ広瀬恵理子さん、ヨネックス東京都、6回目の優勝を狙う山口茜さん、勝山高校福井県初優勝、そして史上最年少のこの全日本総合優勝を狙う山口です。今大会の中でもやはり準決勝になって拍手が一番大きいです ね。さあ山口のサーブで始まります。後ろに下げて返す、見送ってアウトです。最初のポイントは山口が取りました。すごく落ち着いてるんですよね。普通高校1年生でこういう大会でこういうセンターコートでプレーをするときには緊張って多少あると思うんですね、はい、ですけど物おじしない普段通りにプレーしてるっていうのが彼女の強さですよね。山口連続ポイントです。ロングサービスを使ってきています。ギリギリを狙ってきました。そしてネット際、ここまでは主導権を山口が握っています。そして広瀬がつなぐという展開、うん、ネット際前に落としてきました広瀬です。広瀬選手も非常に落ち着いてますよね。若い選手とやるときに一番気をつけなきゃいけないのは勢いに乗せるということなんですよね、はい、ですからなるべく早い段階で勢いを止めるということに集中した方がいいと思いますね。2ポイント山口が連取、広瀬がポイントを返しました。広瀬もロングサービスで入ってきています。高く上げて山口、長いラリーになってきました。見送ります。アウトです。この辺りが先ほどお話があった風の影響というのも少しずつ、そうですね、多少は、はい、ただ前半のこの風のジャッジっていうのはあまり気にしなくていいんですよね。後半15分ポイントからその後半なんですね、ミスをしないようにするのが、はい、前半は多少のミスっていうのはあまり気にしなくていいと思います。うんと、うまくネット際に山口が落としていきました。ポイント4対1です。今大会で山口選手は1回戦2回戦というのはちょっとスロースターターな感じはしたんですけども、準決勝、今日の準決勝とか昨日の準々決勝なんかでは最初からやっぱりペースを上げてますよね。だからそれだけ強い選手とやるときには最初から気合を入れていかないと勝てないというのを意識してるんだと思います。広瀬がポイントを返しました。ベテランの広瀬も離されずにポイントを返しています。そうですね、今山口選手のフォームだとかそういうものを今見ながらやってると思うんですよね。21ポイント取ればそのゲームを取ります。2ゲーム先取した方が勝利となります。スマッシュ打ってきました。サービスオーバー 5-2。 あのように返すボールが浮いてしまうと相手のチャンスということになりますね。そうです、手首がものすごく強いので、はい、普段の女子の選手よりも早く奥に押されるんですよね、この山口選手の手首の強さというのは男性並みですよね。そうですか。あ、サービスオーバー 3-5。 3対5広瀬のポイントです。後ろ見送ってアウト。サービスオーバー。身長で言いますとこちらの広瀬が164センチ、はい、山口が156センチと小柄なんですよね山口。そうですね、ただフットワークを見ていると、はい、その打った後に戻るスピードだとかそういうのは身長の小ささっていうのを感じさせないんですよね。アウトです。サイドラインはシングルスの場合は内側のサイドラインです。ものすごく戻りが早いんですよね、はい、崩された後の立ち直りが早い、それも彼女の魅力なんですね。ネット際一度下げてここからあ
遠いところを狙ってきた。打ち込みました、ね、これでポイント5対6です。やはり少しずつ少しずつ体勢を崩すような配球を広瀬選手がしてますよね。そうですか。広瀬がこの試合初めての連続ポイントです。うまくネット際に落としました。体勢としては厳しいところだったと思いますが、ただ体がしっかりと入っている、はい、あとは体幹が強いことがショットができるんですよね。あの体勢からコントロールしてきました、はい、ネット際拾いきれません。広瀬のポイントです。この後どちらかが先に11ポイントを取りますとインターバルに入ります。探りながらという部分もあるかと思いますが、はい、この序盤はいかがですか。序盤はお互いにいいところ出てますよね。そんなに大ミスもしてないですし、はい、で一回必ずお互いに息が上がると思うんですね。これだけの長いラリーがずっと続いていますと。ただそこでいかにその息が上がったのを早く立て直すかなんですよね。入っています。広瀬のショットが決まりました。7対7同点です。落ち着いてますね広瀬選手は。広瀬に山口について話を聞きますと、うん、大人のようなプレーをするということです ね、 ですね。広瀬が話していました、はい、ネット際一度後ろに行ってアウトです。広瀬がこの試合初めてリードを奪いました。少しずつ広瀬が山口を動かすような配球が出てきたというところがありました、ね、そうですね、はい、全日本総合5度の優勝ベテランの広瀬。試合うまい、まあ、コントロールしました。あの位置からネットの近くにコントロールしてきました。これですね、うん、逆疲れましたね完全に。広瀬4連続ポイントです。両者ともによく拾っています。よくここは体に後ろの方に押してますよね、後ろに押していくというのは、はい、ですから万全な体勢で打てないようなショットを広瀬選手は打ってるんですよね、はい、これで5ポイント連続10対7になりました。ギリギリのところ入っています。広瀬6連続ポイント11ポイントに達しましたので1分以内のインターバルに入ります。今ちょっと珍しかったのは、はい、今のその左側にの自分のオーバーヘッドですよね。打たれたのがこれの一歩前なんですけども、はい、ちょっとアウトのジャッジなんですけど、そうですね、それを打ったんですよね、今山口選手が。ですからちょっと今精神的には山口選手の方が押されてるかなっていうのが見えるところですよね、はい、この第一ゲームの前半は広瀬が流れをつかんでインターバルに入りました。1コート20秒。ただ彼女は笑顔が多いんですよね、はい、
ですから自分がリードをされていても多分も楽しいんですよね。あのこの強い人とやってるっていうのが楽しいと思うんですよね。まあ、9月にはスーパーシリーズの一つジャパンオープンを制した山口ですけれども、そのバドミントンを楽しむという気持ち、そうなんですよね。だからいろんな強い人とやりたいっていう、その中で自分を磨いていきたいっていう気持ちの方が強いのかなと思うんですよね。まだ高校1年生の山口です。もっとこう勝ちたいとかそういうのが出てくるはずなんですけどね、はい、ただそれが彼女の強さなのかなと思いますよね。今は多分自分はそんなにまだ強くないんだっていうふうに謙虚なんだと思うんですね。早いショットいった、広瀬が返しました。広瀬7連続ポイントです。そうですね、あの山口選手ちょっと無理して打ってますよね。ですから本当は本来だったら山口選手はペースを変えられる選手なんですけども、今は広瀬選手のペースで動いてますよね、はい、強く打ってアウトです、はい、あのショットが決まりませんでした。そうですね、今大会の中でも山口自身流れを変えていくということは何度もやってきたと思うんですけれども、はい、ここは広瀬の流れ変わらず。そうですね、顔ミスになりました。追いかける山口はどんなことが大事になりますか。あのこのゲームをどうするかっていうことですよね。逆にあの1ゲーム目をあの先にも本当にすぐ捨てるのかどうかっていうことですね。今の広瀬選手だとほとんどミスをしないですから、7ポイントを挽回するってのは難しいと思うんですね、はい、ですから逆にだったら2ゲーム目を集中して取っていこうかっていうふうに考えているのか。今山口久々のポイントです。弱いところが今見つかってないと思うんですね、広瀬選手の、はい、それだけどこに打っても全て綺麗に返ってくるので。アウトになりました。これで15対8、もうギリギリのラインですか。そうですね、第1ゲーム。そうですね、そのあたりはどう判断していくか、2ゲーム目のことを考えているかもしれないですね、はい、21ポイント先取でそのゲームを取ります。入っています。ポイント山口。9-15。ただ9-15というのはもうちょっと挽回はできるんですけど、はい、あとは広瀬選手のミスを見てみることですよね。ショートサービスに変えてきました山口。何かしらきっかけを作ろうとしているので、はい、ネット際もう一度前、お互い拾い合いです。いや、広瀬はミスがありません。また前に落とした。あれはあの広瀬選手のエースショットなんですよね、はい、すごく難しいところから落とせるんですよね。ですから一回やっぱり引いて前に行きますから、それで逆に広瀬選手の体調の良さっていうのが分かるんですけど、はい、昨日はちょっとあの内田選手とやったときは多少そこでミスが出てたんですけども、今日は綺麗に入ってますよね。だから非常にいい状態でこの準決のコートに入ってますよね。入っています、うん、広瀬のポイント。17対9、陣内さん、だいぶ差がつきました。そうですね、あの
山口選手は男子の選手、あの男子を相手にプレーすることが非常に多いんですね。練習相手してもらうので、はい、速い球をポンポンポンと打たれるのには多分対応早いと思うんですけど、広瀬選手はいい意味で女性のプレーをするんですね、はい、ですから緩急をついてたりとかするので、なかなか一回全部待たなきゃいけないっていうのがあって、これも入っています。自分のプレースタイルに持っていけないのかもしれないですよね。なるほど。18対9、21点が見えてきました。広瀬です。この10年間日本の女子シングルスを引っ張ってきた存在の広瀬エリカ、入っています。サービスオーバー。この山口は福井県立勝山高校の1年生、はい、あのバドミントンの盛んな勝山高校の OB がですね、男子選手20人ぐらいが週末ごとに集まってきて、11-18 ポイント山口です。ですから練習相手は男子選手が非常に多いという山口です、はい、その OB の20人の中でもまだ山口が勝てない選手が5人ぐらいいるそうですね。そうですか、広瀬のスマッシュはアウトです。勝負に出たんですけどね、今アウトでしたね。ただやっぱりあの本当に若手の動きを止めるには、勢いを止めるっていうのにはやっぱりリードしていくっていうことには徹底してますよね、広瀬選手、はい、山口3連続ポイントですが、21ポイント選手のゲーム、広瀬は今18ポイントです。第1回は入っています、うん、サービスオーバー19-12。このショットがラインいっぱいに決まります。ここまではミスもほとんどありません。ないですね、今集中してますよね。ライティングエールプレイ。ライディアの攻防打ち返した。ゲームポイントになりました。広瀬、このネット際の攻防もここまでは広瀬が完全に主導権を握ってますね、はい、今日の広瀬選手はいいですね。またネット際だ、うん、返せない。第1ゲーム、広瀬エリコが取りました。広瀬さん、21-12。21-12、ですからかなりの大差ということになりました、はい、もう1ゲーム広瀬が取れば決勝進出が決まります。さあ第1ゲームの中から、これが広瀬の9ポイント目につながるプレーです。これですね、後ろに下がりながらあそこにコントロールしてきました、はい、そしてこのネット際の攻防から、うん、最後に前に落としました広瀬です。今のところは連続ポイント9連続ポイント広瀬が取ったというところでした、はい、序盤は競りながら中盤から広瀬が完全に流れをつかんだという第1ゲームです、うん、さあ第2ゲームに向けてなんですけど、山口盛り返すにはまずどんなところですか、ね、まあ、前半にリードをすることなんでしょうけど、今は無理して打たされた部分があったんですね。無理して攻撃していったっていうところがあるので、はい、やっぱりあの広瀬選手がどこに打ってもレシーブしてきますから、ちょっと逆に攻め急いだという感じがするんですよね。ですから我慢比べですよね、はい、2ゲーム目は、はい、まあ、広瀬も拾ってつないで粘っていくというのが得意ですし、山口もそうですよね、あのどちらかといえば我慢強さというところですね。そうなんですね。ただあの
勝負どころで一気にスピードアップしたりするんですけども、今はそのチャンスがなかったということなんですね、1ゲーム目は、はい、そのチャンスをどう掴んでいくか。ラボープレイ。第1ゲームを取った広瀬のサービスから始まります。コートが入れ替わります。今度は奥が山口、手前が広瀬です。速いショット拾います。今度は前へ。うんと返せず。今日の調子を出してますよね。普通はああいうミスはしないんですけども、はい、ちょっと焦りが出てるのか。ここはしかし山口が強打で行きましたけれどもね。はい、そうですね。こういう時に決まらないと、うん、ちょっと今日調子悪いのかなっていうふうに本人思ったりするので。はい、うん、これもネットです。広瀬が2ポイント連取。画面左上の表示、第1ゲームは広瀬が21対12で取りました。赤いマークがついている広瀬のサービスです。これも決めきれず、広瀬がつなぐ。前に落とそうというところですが、ここも広瀬がよく拾いました。そうですね、ああいうミスってないんですけどね、広瀬選手がそれだけ少しずつプレッシャーかけてるんですよね。はい、そうなるとやはり焦りというのもプレーに出てきてしまうわけですね。出ますし、広瀬選手は逆にどんな球でも返っていくっていうふうに自信持ってますから、はい、今精神的には非常に広瀬選手が有利ですよね。第2ゲーム3対0と広瀬がリード。これも帰る。うんと最後は見送るかどうか一度考えた後、ショットがミスになりました。そうですね、入ってたんでしょうね。見た時に今日のゲーム、はい、入りましたから打ったんですけどね。広瀬にしては珍しいミスということになりました。さあ第2ゲーム、山口が初めてポイントを取りました。後ろに下げて山口はクリアで返す。またネット際ギリギリ入っています。このショットのコントロール、非常に広瀬は状態のいい今日のプレーです。ラインに乗っていればいいんです。陣内さん、バドミントンというのは精神的な部分というのが非常に大きいという、大きいですね。非常に今日の試合の入り方は広瀬選手は良かったんですね。ここも山口のミスです。この全日本の勝ち方を知っているというのは大きいんですよね。はい、山口選手も逆に今シーズンといいますか、今年はものすごいタイトルをたくさん取ってますから、勢いには乗ってるはずなんですよね。はい、ただ16歳で本当に頂点に立ってしまうと、これからの数年間をずっと追われる立場でやっていかなきゃいけないので、逆にまだこういう選手がいるんだって、上の選手がいるんだっていうことは彼女にとってはプラスになると思うんですよね。はい、ただここでまた逆転をして勝つと、さらにそれはそれでプラスにはなると思うんですけどね。だから楽しみな選手であるには違いないんですよね。はい、入りますかね。今日の広瀬選手は本当に足が動いてますね。はい、ここも取られるんだと思ったら、山口選手の方がやっぱり相当圧はかかってますよね。
今日は山口のスマッシュが決まるような場面というのはほとんど見られません。ないですね。弱く返してアウトです。広瀬のショットアウトが続きました。ここまではコントロールがほとんど乱れがなかった広瀬ですけれども、ポイント4対5。ネットを越えませんでした。ちょっとネット前がミスが多いですよね。ネット前は非常に上手な選手なんですけどね、はい、逆に次のプレーを意識しすぎてちょっと集中しきれてないのかなっていう気はしますけどね。そのあたりもやはり考えさせられているというところがあるでしょうか。そうですね、どこに打っても返ってくるっていうプレッシャーですよね。はい、山口は今日本ランキング11位、ベテラン広瀬は日本ランキング2位です。奥を狙ってきた山口、また奥アウトです。わずかにサイドラインを割りました。ポイント7対4、広瀬がリード。こういう間合いをつくのって広瀬選手上手なんですよね。はい、主審に許可を取れば、はい、こういう時間を取ることはできます。今非常に早いラリーがずっと続いていたので、はい、今自分でポイントを取った時に休むことによってまた一からこうポイント重ねようという気になるのでね。あ、相手が取った時ではなくですね。そうですね、相手が取ったときに休憩をちょっと休みたいと思うと自分が押されてるっていうのは相手に分からせてしまうので。なるほど、自分が得点を取ったときに休むっていうことが有利なんですよね。アウト、アウト、8-4。表情から見ても少し、そうですね、悔しそうな表情も見られました。ネット際、もう一度避けさせられた山口ですが打っていきます。アウト、9-4。ちょっとうまくいかないなっていう感じですね。頭をひねるところがちょっと多いですかね。そうですね、強いショットがここまでほとんど決まっていない山口。打っていた、決まりました。このスマッシュ今日これまでほとんど見られなかったプレーですが、はい、ただこのショットもね、はい、今有効かって言ったらそうでもないんですよね。そんなに広瀬選手にとっては苦しくないんですよね、はい、絶対的に欲しい時のやつではないので、うん、ここも強く打っていった。もう一度、あ、帰る、あ、決めてきた。山口の連続ポイントスマッシュで決めてきました。今のはどうですか。うん、ま、そんなにね、広瀬選手にとっては致命的ではないんですよね、はい、逆にこんだけレシーブさせて決められているので山口選手の方が嫌ですよね。もっと前で決めたいわけですから、それが返ってきますからね。返っています。アウトだ。山口3連続ポイント。
これでポイント7対9になりました。ただ諦めるかなと思ってから3ポイント今続けて取ってますからね、はい、徐々に自分のペースにしていくいければこういう感じですよね。ここで広瀬にミス、4連続ポイント。こうなるとさっきのクロスのスマッシュとかっていうのが効いてたなっていうのが出てくるんですけど、はい、だから山口選手はまず並びたい、それからできれば11ポイントを先に取ってブレイクしたいんですよね。ここもアウトになりました。山口5連続ポイント並びました。広瀬選手はここで止めたいんですね、はい、並ばれても突き放したいんですね。入っています。ここで止めました。ここで切るところはさすがですね。第2ゲームインターバルの最初の11点を取るのはどちらか。ショット拾う。今ペース上げてますからね山口選手も、遠いところを狙って、はい、入っています、広瀬がポイント取りました。第2ゲームインターバルに入ります。さすがですね。いやペース上げたんですけどね山口選手も、はい、ここに来て山口が動きが変わってきたということですね、はい、今ちょっと上げましたよね、ただそれを広瀬選手が勝ったところに広瀬選手の方が有利になってくるんですよね。そのラリーでポイントは広瀬が取った、はい、勝負に行ったんですけどね。山口が勝負に出てきたところ受け止めた広瀬がしっかりとポイントを取りました、1コート20秒。ただ山口の方もこの5連続ポイントもありました、はい、少しずつ兆しが見えてきてますね、はい、コートにお入りください。次の1ポイントですよね大事なのは、はい、そのまま引き離すのか10対11にするのかですよね。よろしいですか。サービスは広瀬からです。11-9プレイ。強いショット決まった。次のポイント山口が取りました。山口選手は本当に打つ瞬間の体の入れ方とか打った後の戻りってものすごい早いですよね。はい、アウトです。サービスオーバー。12-10。ただ今多分ペースはそのまま速いままですね、山口選手は。一回ちょっと広瀬選手の息を上げたいんですよね。ああ、なるほど。早めに強いショット打ってきた、拾えず。打てるコース分かってましたね、今広瀬選手が。ああ、そうですか、はい、ですからもうクロス待ってましたね。待ってましたね。そうするとああいうクロスを打ったらクロスに落とされると走っていく距離が長くなりますから、はい、一番遠いですね、はい、遠いコーナーを狙ってくる山口、前に落とす。うまい。あー、返せませんでした。いや、広瀬のうまさ、4ポイント差になりました。
大事な15ポイントを前に点差4ポイントに開きました、はい、ペースを上げていこうという山口に対して、はい、広瀬は広瀬で自分のペースを守ってますか、はい、どうですか。受け止めた後にドンとまた突き放す強さっていうのが、はい、山口選手はどうしても自分のペースに ならないんですよね。ただ彼女の場合はあこういう試合運びがあるのかっていうのを今肌で感じていると思います、はい、アウト、うん、これはミスしてるんだよ。ミスをさせられてるんですよね、どうしてもミスをさせられる。なぜこれだけ少しずつアウトになるかっていうと全部広瀬選手が取るので少しずつ厳しいところを狙おうとするんです、はい、そうすることで少しずつアウトになってしまうんですよね。ここまでは広瀬が試合の流れを掴んでいます。山口がつなぐ、高く上げて広瀬のショットつないでいく山口、うん、落としました。サービスオーバー。もう今のは良かったですね。いいショットですよね。ここは山口の粘り勝ちということですね。そうですね。足が最後まで動いたのが山口選手でしたね。うまく落としていきました。11対10が4ポイント差。今山口の反応はどうだったんですか。あの広瀬選手のネット前というのは1回必ずフェイントがかかるんですね、はい、ですから後ろなのか前なのかでやっぱ必ず足が止まるんですね。これですね。あ、ここですね。これで1回止まってスタートが遅れたんですね。そうです。でこれまでもあのフォームから後ろに追っつけられたりとかしてたので今度もまた後ろかなと思ったんですよね。そうするとネット前に来たって。ベテランの駆け引き、あのラケットワークの良さですよね、はい、アウトです。6ポイント差。第2ゲームでは最大の点差がつきました。広瀬は21ポイントが見えてきています。山口苦しくなりました。広瀬のミスになりました。決してあの万全じゃないです。あの今のもやっぱ最後疲れてきたので、はい、ああいうミスショットになるんですよね。ですから山口選手も押してはいるんですね。広瀬選手を確実に疲れさせてはいるんですけど、はい、その前にミスをさせられてしまうっていう。速いショット、打ち合いだ。山口、あ、ネットを越えませんでした。こういった思った通りにいかないプレーが見られます。そうなんですよね。最後焦りますよね。あれだけレシーブされると。ただあの最後の最後までラケットワークがやっぱり変わってくるんですよね。あの広瀬選手の、はい、ですから確実に一歩一歩が遅れてくるので、ああいうミスにつながってくるんですよね。もう打つ寸前までどういう打ち方かわからない、どこに打つかわからないっていうのは、こういうドライブみたいなものも強いですし、ドライブの打ち合い、はい、
やって落ち着けてくるし、あ、決めてきた、うん、ネット際うまい。通してみると多分この準決勝がヒロ選手は一番充実してるっていうか、はい、集中してますよね。あと優勝5回のベテラン、強い相手とやることが楽しいという、まだ高校1年生の山口、ね、うん、決めた。ボディに狙うというのは最後にもう全部受けられるので、一番弱いところって広瀬選手はここのボディなんですね、はい、そこを最後の最後に分かるというのもすごいですけど、クロス球というのはシングルスプレーは取ろうとしますから動くんですね、はい、だけど一番弱いところってやっぱボディなんですね。サービスオーバー。さあマッチポイントです。今のショットもギリギリのところを狙ってきました、はい、うん、持ち味を存分に発揮しているベテランの広瀬。ただ広瀬選手は受ける立場ではなくて攻めてきてますから、それが彼女の凄さでもあると思うんですね、はい、16歳だからというふうに受け身にならないですから、広瀬選手は自分は挑戦者だみたいな気持ちでやってますよね。こういうところ拾った、取りますからね、落とせない、アウトです。サービスオーバー、14-20。ポイント返しました山口。マッチポイントの広瀬、広瀬が勝ちました、ね、終始ペースを握って若手の新星山口茜を破りました。第1ゲーム21対12、第2ゲーム21対14。